こんにちは。体操競技のエアロビックを広めたい、エアロビックニッキーです。今日はですね、大学生エアロビック YouTuber としての大学生の面をね、ちょっと出していきたいなと思って、今日はチャーハンを作っていきたいと思います。そしてね、美味しくいただいていこうかなと思います。で、今ね、チャーハンを作りたいっていう風に言ったんですけども、一人暮らしちょうどね1年経ちましたが、私チャーハンを作ったことがありません。ありません、ありません、ありません。まあ、自分で食べるチャーハンなんで、自分が思ったように作ればきっと美味しいものが出来上がるっていう風に信じてますので、男飯作っていきたいと思います。材料がですね、細切れ豚肉、卵で、コーンペースト買ってきました。で、あとはネギですね、と、あと白米、いちご炊いたので、早速やっていきましょう。とりあえず溶き卵作るか。溶き卵を作ります。いちごってどうなんだろう、多い、人よりは多いよね多分。だから卵2つ使っていきたいと思います。溶いて、あのパラパラなやつ、パラパラな黄色いやつ作って、あとで炒め合わせるでいいよね。卵バーってやってご飯入れて混ぜればいいのか、そういうこと。じゃあこれいらないかな、これいらない。卵置いといて、とりあえず肉と野菜を切っていこうと思います。え、チャーハン、あれ、チャーハンってお肉入ってるよね。なんかいいや、ちょっと適当に切って、ネギも切っていきましょうか。切るもの切ったので、あとは炒めて混ぜて香味ペーストをぶち込んでやっていきましょう。オッケー、肉いい感じじゃないかな。一旦肉を避難。あ、でもそっか、卵結局溶かないといけない。うわ、めっちゃいい匂い。あーすごい、あーすごい、あーすごい。卵溶いていきましょう。さあ、卵溶いて、あ、これご飯入れてかき混ぜた方が良かったのか。あ、失敗したかこれ。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあご飯持ってくる。いや、これうまくいってるんじゃないか、結構。いや、今んとこいい感じ。ここにお肉、ネギ、香味ペースト、こんなもんでしょう。混ぜます。いや、めっちゃいい匂い。いや、これ 100% うまいっすよ。こんなうまくいくと思ってなかった。まあ、作るの初めてって言っても見たことありますからね。これめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。ああ、よし、線切ってある。さあ、この特大お椀に持っていきたいと思います。チャーハン完成しました。いただきます。いや、絶対美味しい。肉も入れたい、一口目に。おいしい。
ごちそうさまでした。完食です。いや、ちょっとね、チャーハン1合分はやばいですね。なんか、多分普通のご飯より、やばいです。で、ちょっと一人暮らしの方は、ご飯の量調整しながらね、頭一気に食べないとか、いろいろ工夫してやってみてください。今日は、料理動画初挑戦ということだったんですけども、今後も機会があれば、こういう動画を出したいと思います。大学生エアロビック YouTuber ということで、エアロビック関連のね、柔軟、筋トレ動画はもちろんですけども、大学生っぽいこともこれからやっていけたらなと思うので、今後も応援よろしくお願いします。ということで、また別の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあね。